あれ、ロコサイクルって読むんですけど、ロコサイクルっていうゲームをやりました。無事にクリア、素晴らしかった。バカゲーです。非常に凝ったバカゲー。最初正直ちょっと舐めてかかってたんですけど、すごく良かった。実写パートとね、 CG パート、そしてもうゲームのシステムの無茶っぷり、もう途中途中のね、実写との合成の雑さだったりだとか、あれ、これしかもあれか、背景実写かなんだこのゲームもういろいろ突っ込みどころしかなくて、もうどうしようだよ。どう考えたって手前のやつグリーンバックで撮ってんだろこれ。あとは急に格ゲー始まったりとか。え、何何どういうことちょっと待って待って待って、格ゲーになってんだよ。ちょっとこれひょっとしなくても波動拳とか打てんじゃないか。波動拳っぽいの打てた。あとお前バイクやろ、バイクバイクちゃうんかったんかみたいなのとか。とりあえずもうなんかね、こう理不尽の塊だった。何ゲーなの、何ゲーなんだい。で何レースゲーなのはいいけど、理不尽の塊だったんだけど、ものすごくしっかり作ってあった。あのゲーム作った会社すごい。あんだけ好き勝手なゲームを作れるっていうのが素晴らしい。そしてクリアした後の特典で、撮影風景だったりだとか、イメージカットだったり、いろんなまあ裏設定が見れるんですけど、そこがまた素晴らしい。ほとんど映画撮ってる、もう映画撮ってるぐらいのクオリティなんだけど、やってることがバカゲー。素晴らしくない？こんなゲームを作った会社に、私日本から愛を込めてグラシアスポルエグランフェーゴと言いたい。今のは素晴らしいゲームをありがとうと言っています。向こうの人に通じるかな、通じるといいな。ということで、この、ロコサイクル、Steam とかでありますので、ぜひ一度やってみてください。一度でいいのでやってみましょう。頑張って最後までやりましょう。最後までやると、あ、マジですげえわってなるので、ゲーム実況の方も上がってますので、よかったらそちらもご覧ください。ではまた。